古今東西の美術作品。ここは三重県立美術館の収蔵庫です。作品を移動しているのは学芸員と作品の搬入、搬出、展示のプロ。一般には見ることができない展覧会に向けての作業風景です。この襖は江戸時代に活躍した蘇我松柏の作品で重要文化財。まるでパズルのように作業が進められました。美術館はもちろん作品を見るところ、でもそれだけではありません。三重県立美術館の魅力に迫ります。三重県立美術館は1982年に開館、2017年に35年目を迎えました。美術鑑賞の余韻を楽しみながらレストランでのお食事はいかがでしょうか。開催中の企画展にちなんだ特別メニューなどをご用意しています。ミュージアムショップでは展覧会の図録のほか、学芸員がデザインしたオリジナル商品や美術関連グッズを取り揃えています。ファミリールームには授乳室を完備、乳幼児の親子にも優しい施設です。ここからは作品の鑑賞の仕方を学芸員に解説してもらいました。彫刻作品というのはいろんな方向から見ることが可能です。で、それはですね、下からとか上とか、反対側とかぐるぐる回っていくと本当にこう自分のこうお気に入りのポイントというのが見つかると思います。動きがすごくあるのは、決して左右対称じゃなくって、いろんなこう形の強調がありまして、そしてその躍動感というのが生まれておりますので、そのあたりもぜひ見ていただきたいポイントですね。続いて絵画作品です。こちらの作品は岡田文化財団から寄贈を受けました藤島武二の後半期の代表作になります。普通絵画といいますとこの対角線の 2.5 倍ぐらい後ろから下がると一番よく見えるというふうに言われているんですけれども、この作品の場合は藤島武二が本当にこう何度も何度もこう塗り重ねて、苦労した跡がですね、近づいていただくとよく観察できますので、いろんなこう距離から見ていただくのもいいかもわかりませんね。作品を保管するのも美術館の仕事の一つです。三重県立美術館にはおよそ6000点が徹底した気温湿度の管理のもと収蔵庫に収められています。その収蔵庫で解説を受けた作品は、描かれているのはキリスト教を厚く信仰した女性で、処刑される直前を描いているとされています。作者はムリリョという画家で、表情豊かな若い女性が得意だったということと、劇的な身振りをしているっていうのがこの時代の特徴でもあります。この彼女を単体で描くことによって、見る人がまさに神に召される時の女性に感情移入しやすいような作品になっています。三重県立美術館ではアートでつなぐ特別支援学校と地域との連携事業にも取り組んでいます。聖火展示は生徒たちが好きな生き物をテーマに制作した作品を展示しました。美術館ではこんな仕事も。傷んだ作品を見やすい状態にするということも大切な仕事の一つです。こちらの作品は今からもう100年以上前の作品で、カビが生えてたり非常に状態が悪い、でもとても貴重な作品ですので、できるだけ元の状態に近づけて皆様の前にお披露目できればというふうに考えております。こんな部屋もあります。
美術情報室で気になる作品や作者を調べるのはいかがでしょう。最後に館長からのメッセージです。美術館、35周年ということで、展覧会としては特別のメニューを用意しております。コレクションのいいものだけを選びまして、並べる展覧会ですとか、あとオランダのですね、非常にユニークな美術作家、テオ・ヤンセンという人の、これはちょっと動く彫刻なんですけど、非常に面白い作品を並べたり、あと県ゆかりの偉人を紹介する、本居宣長さん、これを紹介する展覧会、ということで特別のものを、企画しています。で美術館は展覧会を見るということもありますけれども、例えばレストランで食事いただいたり、あるいは本を見るコーナーもありますし、空間自体がゆったりとこう気楽に来てくつろいでいただけるような場所だと思いますので、ぜひたくさんの方に来ていただきたいと思います。